はい、こんにちは。アキラのゲームエクソーラスクラ実況です。というわけでですね、ちょっとね、ガチャなんで、さっさと回していこうと思います。ちょっとね、時間遅れちゃってね、時間がないんでね、さっさと回しちゃおうと思います。ね、今日はね、ほんとちょっとだけです。ちょっとだけです。ステップだけですね。1,2,3,4、一瞬だけね、回して終わろうかなと思いますんで、いきまーす。はい。一応石だけ用意してきました。久しぶりの課金したよ。今年入って初めてなんじゃない？課金。さあ、お願いします。どう？だからまあね、まあ無理に追いかける気はないけど、なんとなくガチャだけ取っとこうかなっていう気持ちになったんで、取ってます。お願いします。だからすごく荒い編集だと思うよ。はい、ではステップ2いきまーす。はい。まあ一周目はね、石の数の割にね、回せるのが多いからね。うん、だからそういった意味でも、回しといた方がいいなと思って。で、まああわよくばプリズムそうです。逃げ越しの時言うやつです。あわよくばプリズムソウルが欲しい。さあ、これ。今全く来ないかねよ。今、プリズムソウルが。ね、ほらほら、変わらないよ。変わらないね。青いやつか。いけないよ。逃げ越しのやつのとこにはね、いいの来ないよね。ステップ3いきます。お願いします。もう完全これ、ショート動画並みのあれになるかもな。こうやったら。さあ、これ。黄色。ようやく黄色いのが来た。ここまで、青いのしか見てないよ。お願いします。ぜひ。お願いします。カモン。カモンな。カモン。メイリー。もしか、ウルトラレア。お、赤くなった、赤くなった。いいよ、いいよ。さあ、来い。赤玉1個。おっと！あざっす！回しとくべきだった。ありがとうございます。よかった、よかった。じゃあ、あと、最後無料順に行きます。さあ、来い。回してみて、正解でしたね。どうしようかと思ったんだけど、まさか。で、プリズムソウルは来ないというね。相変わらずだな、これ。さあ、黄色だよ、黄色。ラスト黄色。さあ、ここでウルトラレア来たらもうあれだな、ほんま。万死に値するよな、これは。さあ、来い。赤くなっちゃった。なっちゃったよ。赤くなっちゃったよ。うわぁ金丸よっつ、待って、うわ。びっくりしたー。ウルトラレアは来なかったけども、メイリーさん1かぶりしてくれて、で、カゴエルじゃなくて、カゴ天使じゃない方のルケエルが来て、プリズムソウルが手に入って、あと、サイカのギルドと、デスノグでした。というわけで、とりあえず、ショップであれ買っとこなかんね。無料のやつね、忘れないように、無料育成セットもいただきまして。んで、ユニット。いやー、びっくりしたわー。限界突破していきます。ね。まだね、だって魔王リムルと、ユーソミリムもね、5突6突できてない状況やからね、どっちでもいいなって、っていうかまあ、スルーしようかなとも思ってたぐらいだったんだけども、来ちゃった。ありがたい。理科金正解、ほんま。いや、よかったよかった。ほい、ほい。さあ、5段階目は何かな？おっと、電池やばい。電池がやばかった。あ、いけるいける。いけるいける。ありますね。しかし、異界のテレミスなくなります、これで。というわけで、レベリングをちょっとサッとしておきましょうか。はい。図鑑がね、気になってたんだよね。図鑑が。今回ね、ユニットのね、イベントがなかったから、それはちょっとどうかと思うんだけどね、ユニットのイベントはないっていうのはちょっともったいないと思うけど、ソウルいっぱいあるな。あ、そっか。ステップアップのガチャでおまけがついてたもんね。それでか。素晴らしい。からの、これはもう最近、ね、サクサクいけますよね。ただやっぱね、コラボから始めた人からするとね、このコラボキャラ以外たちのね、ね、育成の大変さよね。ね。ってのはありますよね。あざっす。なとこかな。能力解放もちょっと、できるだけやっちゃいましょうか。さあ、どれぐらいいるんかな。光メラドライブまで。一括解放。ま、この辺はね、多分ね、足りるんですよね、俺。で、
イベントね、この間のね、テンスラコラボのイベントのウルコガリムの方もおかげさまでね、今日ね、アップで前までね、ギリギリで、ノラマルチで、チケットをだいぶ消化させてもらいましたんで、それでかなり貯めることができました。一括開放。まあ、またね、レベリングとかが楽しくなりますわ、これで。はい。ね、多分ね、で、仕様がね、結構変わってるからね、いろいろ試さなあかんことも多いユニットではあるからね、そういう意味では、まあ、できれば手に入ったら嬉しいな、ぐらいに思ってたんだけど、ね、まさか被るとはね、これはめでて使っていこう。最近あるな、こういうのな、ほんま。でも、まあ、自分の中で3周年まで、石を戻してもいいかな、ぐらいに思ってたんだけども、ほんと。これが無欲引きってやつですね。俗に言う。今日も今これだからね、ほんまね、いつも4時ですぐにしたかったんだけどね。今日はほんとバタバタしてて、あと暑かったから、暑くて暑くて。外のお仕事を終えて、打ち合わせとかいろいろ行ってたんだけども、入ってシャワー浴びてからのガチャとなっております。であと、イベントダンジョンもね、山子が、ね、来てるからね、あの辺も全部か、ね、やっていきたいからね。あの辺また今日、ね、ライブの時にでもまたやっていこうか。ね、からの、あとはこの人、だから特技さんがどの程度でね、こう発動してくれるのかとか、その辺もね、昨日から気になってますからね。全部ガンガン引けていきますね。まあ、赤鬼、青鬼とかね、この普通の大きくない方はね、数としては持ってるんでね。だけども、だから3週連続でね、やっぱユニットの追加があったら、そらみんな、石も素材も枯渇するし、当然ながらその、ね、新規勢の人たちからさ、ね、なんでやねんって聞くし、やっぱなるだなと思うんですよね。いや、毎週引くことなんか全くないですからね、必要性としては。ほんと。まあ、アイジさんの、ね、売り上げになると思って僕は、ね、少し課金をさせていただきました。毎日あるのありがたいよね。いやーよかったよかった、ほんと。もうちょっとで終わる？もうちょっとだ。さあ。で、まあ、二刀流でこれ、剣確定だからね、結局トリシュラ持たせれないところを考えると、その、ダメージとしての汎用性は低いけども、結局、デバッファーとしての、ゴリゴリのデバッファーとしては、多分、役に立つことは、大いにあるかな、って気はしています。終わったかな？で、ちなみに、過去開花は、剣装備時、物理ダメージ上限プラス100。お、ダメージ上限だ。やった。剣装備時、ダメージ上限プラス100でした。それで、ここか。これね、一括開放ボタン考えておいてください。アイデスさん、お願いします。これで、いけたらな。はい。はい。というわけで、とりあえずですね、あなたは育成ガンガンやっておいて、今日23時からね、使用感速報という感じでね、またマルチのライブやろうと思うので、よかったら遊びに来てください。で、高評価、チャンネル登録はお任せしますので、よろしくお願いします。それでは、次の動画もしくは今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。